ラグナロクオンライン勝手にアワード2016。はい、というわけでですね、ラグナロクオンライン勝手にアワード2016始めさせていただきたいと思います。私、ラグナロクオンライン運営チームの中村と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですね、ラグナロクオンラインアワード、勝手にアワード2016、始めさせていただきたいと思います。この勝手にアワードというのはどういうものかというところからですね、順番にご説明を差し上げたいと思いますが、これちょっと見づらいですよね。はい、というわけで、画像を用意しましたので、そちらご覧いただきつつ進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では勝手にアワード2016とは何でしょうというところの説明ですね。勝手にアワード2016とは、2016年にラグナロクオンラインのゲームの中でとても珍しいやり込みプレイをしていた方を、ラグナロクオンライン運営チームが勝手に表彰するというものでございます。集計日なんですけれども、2016年の最後のメンテナンス日ですね、2016年12月27日の火曜日、こちらのメンテナンス時のデータをもとにいろいろとですね、賞を決めさせていただきました。はい、そして勝手にアワードに受賞した方にはですね、こちらを差し上げております。はい、こちら、アイテム奇跡の青バラを1つ、そして30日利用券を、1枚差し上げます。こちらお知らせ発信で、発送させていただきますので、各自ですね、受賞された方はご確認ください。ちなみにですね、公表するワールド名、キャラクター名はそのアカウント内で、こちらの賞にですね、最も貢献したキャラクター名となっておりますので、あらかじめご了承ください。ではですね、いよいよ各部門の発表に移りたいと思います。一つ目の賞はこちら、ででん、セカコス体験しまくりで賞。はい、こちらどういう賞かと申しますと、セカンドコスチューム実装時にですね、1週間ずつ、セカンドコスチューム体験ワールドというのを実施させていただいております。こちら体験いただくとですね、新コード等に応じてモンスターコインというものを獲得できるんですけれども、このコインの獲得合計数が一番多いアカウントをですね、発表させていただきたいと思います。それはこちらです。ババン、セカコス体験しまくりでしょうは、エルルーンワールドのジェネティック伊豆江さん、おめでとうございます。獲得したですね、コインの個数なんと10万と3250個。ちなみにですね、一番多く獲得されていたのはミンストレルワンダラーの体験ワールドで、こちらでですね、19160個獲得されていたということになります。すごい数ですね。まさか6桁いくとはね、思ってなかったんですけれどもね。はい、ということで、セカコス対戦しまくりでしょう、おめでとうございます。では次参りましょう。はい、お次の賞はこちら、タマリンの皿がたまったでしょう。タマリンとたまったでね、ちょっとかけてんのかなっていうところありますけれども、エピソードバケット4ヒーローズですね、こちらの、アップデートでタマリンとお皿というクエストが実装されたんですけれども、こちらの、皿洗いの NPC にですね、とても高級なお皿を渡した回数が一番多いアカウントのキャラクターをですね、発表させていただきます。そちらはこちらです。バン、エルルーンワールドピョルさんですね。はい、おめでとうございます。全キャラクターですね、ルルンワールド内の全キャラクターで486回達成と。でしかもですね、これどのキャラクターも平均的な回数、達成されていたというところなんですけども、一番回数が多かった、キャラクター名で今回発表させていただいております。ピョロさん、おめでとうございます。では次参りましょう。次の賞はこちら、ダダン、アグネスのドレスがカサカサになるでしょう。これどういうことかと言いますと、こちらもですね、七王家と指の心臓のアップデートで、登場しましたアグネスのドレスクエスト、こちらで使うアイテムの除湿剤ですね、これを一番多く持っているアカウント、もうこれだけ持っていればアグネスのドレスどんどん乾かせるというものですね。こちらのですね、賞を発表させていただきたいと思います。では受賞者はこちら、ダン、
アルビトワールドのベーシックさん、おめでとうございます。実はですね、倉庫の中も含めて、除湿剤の個数、所持数はなんと63,216個。何着乾燥できるんですかね、これね。除湿剤これだけ持っていれば、アグネスも安心という感じでございます。おめでとうございます。さあさあ、どんどん参りますよ。続きましては、王家の青箱開けまくりでしょう。はい、こちらはですね、やはり、年末に、アップデートされました七桶と弓の心臓、こちらで新しく登場しました王家の青い箱というアイテム、こちらの開封数が一番多かった方と、去年ですね、おもろくというのを公開させていただいたんですけれども、そちらの方でもですね、箱の、開封数としては、全ての箱系アイテムの中で5位にランクインしていたと。実装されて結構すぐにパカパカ開けられてるんだなという印象はございますけれども、その中でも、最も多く開けたアカウントの方はこちらになります。ダダン、アルビトワールドはっちゃんさん、おめでとうございます。はっちゃんさんね、開封数はなんと4521個。ちなみにですね、2位の方何個開けたかと言いますと2866個となっておりますので、もうほぼ独走ですね。もう王家の青箱を開けることにかけては、このはっちゃんさんに勝てる人はいないんじゃないかというところでございます。おめでとうございます。では次に参りましょう。はい、次の賞はこちら、ダン、教皇様の一番の信者でしょう。これはもう読んで字のごとくですね、エピソードエッタで遊べる真昼の幻月というメモリアルダンジョンがあるんですけれども、こちらの、ダンジョン内で獲得できる教皇の信頼度、こちらの合計値が一番高いアカウント、要するに、その中のねキャラクター全員合わせて一番高いアカウントを、表彰させていただきます。その方はこちらです。はい、ラーズグリーズワールドのリメールさんですかね。おめでとうございます。こちらのですね、ワールド内全キャラクターの信頼度の合計はなんと3557。本当にね、これ教皇様のためなら何でもしちゃうっていうところ、まあ、教皇様自身もかなり信頼していただけているのでね、お互いにね、こう膝枕とかね、どうでしょうかねなんて話をしてみたり、本当におめでとうございます。さてさて、お次の賞はこちらになります。バン、超時空エンチャント一番乗りでしょう。これ2016年7月19日ですかね、実装しましたグラストヘイムメモリアルハード、ここでですね、手に入るアイテムを使ってできます超時空エンチャント、これをですね一番最初に成功させた方を表彰させていただきたいと思います。ではいきますよ。一番乗りでしょうはこちら、ババン、イザベルワールドミルクさん、おめでとうございます。作成成功したのは2016年8月8日の1時39分頃、これ2位の方とはですね37分差というところで結構こう僅差でしたね。完成したのは何かと言いますと、知力の時空ブーツに暴走した魔力をエンチャントしたものだそうです。いや、ほんとすごいですね。もう神がかった時空ブーツという感じでございますけれども、一番乗りおめでとうございます。さてさて、最後のアワード発表させていただきたいなと思っておりますが、最後のアワードはこちら、ダン、滅亡祝福教団を滅亡させまくりでしょう。ということで、滅亡祝福教団を一番倒したアカウント、こちらですね、滅亡の証を NPC に渡した回数で計測させていただいてます。まあ、おもろく、去年やったおもろくの時にも同じ形でですね、結構滅亡祝福教団倒されてますねという話をさせていただいたんですけれども、その中でも MVP に当たる方と
というのをこちらで発表させていただくという形ですね。さあ、栄えある滅亡祝福教団を滅亡させまくりでしょうの受賞者はこちら、バン、ギムレイワールドアールグレイさん、おめでとうございます。これですね、滅亡の証を渡した数が53,035個、表彰したキャラクター、このアールグレイっていうキャラクターではですね、47,695個も、渡してるということで、もうどんだけ倒してるんだと。滅亡祝福教団の望み通り滅亡しちゃいますね、これね。とはいえね、毎回毎回出てくるというこのしつこさね、なかなかね滅亡できないですけども、まあ、これからもどんどん、滅亡に向けて頑張っていただきたいと思います。おめでとうございます。はい、以上をもちましてラグナロクオンライン勝手にアワード2016、受賞者の発表を、終わらせていただきます。結構ね、皆さんいろいろな形でラグナロクオンライン楽しんでいただけて、運営チームとしても非常に嬉しいと思ってます。来年もですね、できればやりたいなと思ってますので、今のうちにですね、このこだわりのプレーですとか、これだけは負けないぞという、収集などですね、チャレンジしていただければと思います。本日は、運営チームの中村がお届けいたしました。ありがとうございます。いいよ、いいよ。